に期待する注目選手を最後にお伺いしたいなというふうに思うんですが、どなたか挙げるとすれば。ピッチャーで、ね、あの先発候補多いんですけども、うん、梅津という、やっぱ体も大きいですし、やっぱピッチャーって大きいと、ね、こう迫力ありますし、まあ、実際投げてるボールも速いですし、まあ、ずっと彼は故障で、ね、ほとんどあの出ては故障、出ては故障だったんですけども、まあ、しっかり体をケアをしながら、トレーニングをして、今すごく良くなってきてるので、なんとか1年間、まあ、ずっと中6日でなくてもですね、あの様子を見ながら、彼がやってくれれば、非常に面白いかなというふうに思っています。ね、あの復活の勝利も今年ありましたしね、あとなんかこう球速も上がったっていうお話もあったのですごく楽しみにしています。私もあとはどうでしょう、こうやっぱ今年でいうと松山真也投手とかもね結構やっぱり注目されたと思うんですが、松山投手は立浪監督から見てはどんな選手でしたか？うちにないタイプのこう気持ちをバッとこう前面出してあの投げるタイプのピッチャーで、なんか育成で、ね、あれだけポンといきなり1年目から活躍しますと、でこれからもどんどん出てくるって思われるかもしれないんですけど、そうは出ないですよね。ソフトバンクは毎年15、6人育成選手を取ってます。でそこからもうね、1人もし出てくれたらいいなっていうぐらいの感覚なので、うちは3人ぐらいしか去年取ってないんですけど、ああいう活躍してくれましたから、あの松山本当にあの来年も期待をしてます。私も結構こう球場で、私年間30試合今年球場で見に行ったんですが、やっぱ小松山真也投手が出てくるとこうちょっとこう気迫あふれるオーラっていうかがすごくて、抑えてやるぞみたいな、かっこいいなと思いながら見ていたので、やっぱりこういうこう育成出身っていうこうなんだろう、負けん気じゃないですけどあるのかなと思ったので、楽しみにしたいなというふうに思います。